渡辺草は、雪の下か八幡草族の植物、多年草である。日本の四国、九州の実に自生する固有種であり、絶滅危惧種である。八幡草族は、嵐草族と似ているが、嵐草族よりも大型である。八幡草族は、東アジアに、八幡草と渡辺草の二種存在する。八佳草との大きな違いは、養身の形であり、 ヤワタがほぼ円形であるのに対して、渡辺層は中央付近まで深く切れ込むという差がある。また、自生地が異なり、ヤワタが日本の本州、中部地方以北と中国の福建省に生育するのに対し、渡辺層は日本固有種である。根室用は1枚で、傭兵は約30センチメートルになる。 葉芯はほぼ円形で15から35センチメートル、切れ込みの数は7から9つである。列片は細長く、無毛である。形容は数枚付き、根室用と同じ形をしているが、根室用よりも小さく、傭兵も短い。花7月に咲く花の花びらは5枚あり、単光色で長大円型をしており、長さは8から13ミリメートル、幅は 約2.5ミ、mm、リメートルで先が鋭く、専門が生える。開花時の花びらは上を向き、花後に脱落する。花径は30から60センチメートル、ストは非神経である。学頭は直径約6ミリメートルの小径で、下半分が脂肪と合着する。5つの学列片は三角形で、長さ約4ミリメートルである。湯水は十本で、長さは約三ミリメートル。 役は最初黄色く国子色に変色する。果実は狂乱形から楕円形をした果てで長さ10から13ミリメートルになる。高さは12.5フィートである。染色体数は 2N イコール22。花言葉は重い。渡辺僧は高知県阿川郡名の川村の小学校教師で植物採集家でもあった渡辺京が同村で1889年に発見した。 1892年、矢田部良吉が渡辺に懸命して渡辺僧と命名した。種庄名渡辺も渡辺に由来する。俗名のペルタボーイキニアは、ギリシャ語のペルトとボイキニアの合成語である。これは、嵐草族から矢渡僧族が分離独立した名残であり、ペルトとは盾のような葉の形に由来する。学名は一般に、 ペルタボーイキニア・ワタナベとされるが、独立した種と認めない立場からは、ヤワタソウの亜種、または、変種と位置づけ、亜種とする立場からは、ペルタボーイキニア・テルモイズ、エイチハラ・サブスプ、ワタナベー、RJ5 なる、変種とする立場からは、ペルタボーイキニア・テルモイズ、エイチハラ・バリエーション、ワタナベイエイチハラと表記する。四国と九州の深い山、林の中に生育する。 熊本県では、阿蘇の狼が、宇都、駒返り峠、元谷峠で見つかっている。産出は稀である。日本の環境省が発行する2019年版のレッドリストでは、渡辺荘は絶滅危惧通類に分類されている。各県のリストでは、奈良県、徳島県、熊本県が、絶滅危惧愛類、愛媛県、高知県が、 絶滅危惧ル類、大分県が純絶滅危惧種に分類している。絶滅危惧痛類渡辺草は、栽培可能で、発種、または株分けによって増やす。半日陰、または完全な日陰で、均等に湿った環境で、排水の良い土壌で栽培する。多少の乾燥にも耐える。特に注意すべき害虫や病気はない。ありがとうございます。